さあ、その決勝戦となりますが、吉間選手はどう戦っていきますか。あ、山本君の番手に行きます。ものすごく今シリーズ山本翔選手大活躍ですよね。そうですね。調子良さそうですね。そうですね。まあ、昨日はまあ、ペースでかけて、今日はちょっと。まあ、思いっきりかけたような感じで。まあ、感じは悪くないです。そうですね。まあ、九州のお二人ついてくれる。 っいうことなんで、まあいつも通り積極的なレースをしたいと思います。二日間走って、ご自身の足の感触いかがですか。そうですね、初日はちょっと大変だったんですけど、二日目は少し良くなったので、明日はもっと良くなると思います。その楽しみな決勝戦、大和選手はどう戦っていくんでしょうか。えっと、高橋君の後ろで。そうですね、強い選手なので、まあ頑張ってついていきます。稲葉選手はどう戦ってきますか。えっと、洋平君も三番手を固めてくれる。 そうなんで中島君の番手に行かしてもらいます中島選手の連日のレースを見て印象はいかがですか心強いですねはい。まあ僕もしっかり番手の仕事をできるだけしようと思ってます調子良さそうですね連日一着一着でそうですねはい調子いいです要因としては改めてどんなところなんでしょうか自転車のセッティングがかなり良くなったんでそれが一番の要因かなと思ってますそうですねとりあえず 位置取りから、まあ、緩めば先行まで、何ででもしますんで、はい、そうですね、結構、伊藤、何回も呼んでもらってて、結構相性も良かったので、やっと決勝乗れて、としてます前を回る中島選手、印象というのはどうですかうんそうですね、もうブリブリ結構踏んでいく感じなので、まあ、もう安心して <laughs>、ついてい,いければなと思います。 僕ミッドナイト苦手なんですけどその中でも結果が残ってるんでそれは良しとしてまたその中でもやっぱ改善する点があると思うんでその辺はしっかり考えて明日頑張りたいと思います中島選手もいるんですけれどもどのように戦っていくんでし,ょうか、えー、しっかり自分の自力で頑張っていきたいと思うんでやっぱ自力で頑張っていきたいと思います。